今回はこちらの現行のフリードという、お車にレカロエルゴメド MV というシートの装着を行った際の模様を簡単な動画に収めていました。シートヒーターを組み込みさせていただきましたので、エルゴメド MV を装着するにも際しても電源の工事、電源確保のための工事を先に行っている様子でございます。この後純正シート側の配線の処理やシートベルトキャッチャーのコンバートのための準備、それらを済まして装着第1段階が終了いたします。普通にレカロの装着より少し高めにセットしたんですね。でこれからやろうと思えばさらに高めに持っていけますから、で目線とか腰のあたりとかをちょっと体感してみてます。高いって感じはしない？でちょっと一回り行ってみましょうかね。日本の車ってでもほとんどそんな感じなんですか？そんな感じ。じゃあこれまた後で戻ってきますから、このマンホールの揺れとかちょっとついでに検証していってください。今直してないですか？いや、PTL だけ挟んである向こうに。ラジエーターの添加剤ね、接客だからお試ししてもらってる。あ、もう今ついてます。ついてる。でアクセル踏んだりして普通に走ってってみてください。そしたらね、後ろ車いないよね。OK です。で、高さは、はい、前側を下げたり後ろ側に下げたりするのは、はい、あっという間に工具でできます、はい、それでもっと上げたいとかっていう話になると、はい、何か買い物、開催物を用意しますんで、はい、それもあっという間にできますんで、はい、あまり気にすることはないです。まだ言ってくれれば上げるってことできますから。なんかあんまり違和感がないから、あのままでいいかな。はい。で、後日また何か違和感あったら、ああしたい、こうしたいっていう意見があったら、はい、またすぐその場で処理しますからね、はい、遠慮しないでね。ということで、すでに装着をされている立派な純正シート、例えば高さ調整が組み込まれている純正シートを取り外し、高さ調整のなくなったレカロシートを装着するというわけでございますので、実際に装着においてのシーンというのはそうシンプルなものではございません。その証拠としてすでに他所様で装着をされたレカロシートの不具合の持ち込みが数多く見ることがあります。